やっほー、来てくれてありがとう。1周目もし参集してくださってる方は10×5 で30秒以内にお願いします。5色 ×10 だね。やっほー、今日も可愛い、ありがとう。おはよう。ちょっとさっき寝てた。おはよう。絶対最近、お、待ってますね。星なりありがとう。でね、ちょっと待ってね、画像をね。9時半まで。なくなった。まだ食べてないんよ。星なりありがとう。次は12時10分ですね。あのお昼休憩ぐらいかな、お仕事の。おはよう。ちょうど昼休み。よかった。それはこたつがついてないぞ。寒いぞ。よいしょ。で、今回の3週目は17分してほしい。17分くらいか、18分とかくらいか。3週目頑張ろう。頑張るよ。ありがとう。お、たくさんありがとうございます。いい朝ですか。それはそう思っていただけてすごく嬉しい。星なり一瞬の感情、参集できない。全然大丈夫よ。来てくれてありがとう。お、仕事に戻ります。いってらっしゃいませ。なんかもう一瞬でもね、こうやって来ようとしてくれてありがとうございます。無理しないでね。なんかさ、まだ髪がさ、後ろボサボサだからさ、後ろにやっちゃうけどボブみたいになってる。髪型がボブの子みたいな配信。おはよう。朝からお家に入って仕事頑張れます。本当ですか。それはよかった。新鮮。いつの間にかボブに。ショットに見えるって言おうよ。どうして心つながってる。そう見えるでしょ。まだ跳ねてるからね、髪が。多分次寝るか寝ないか分かんないけど、空いてる時間ちょっと疲れてるかと思うけど、なんかランキングはお昼に出るって書いてなかった？昼頃みたいな。
ここ書いてるわ。ちょっと見るね。配信しながら見れるはず。イベントページ。どこだっけ。どこで見てたんだっけな。もっちゃんビューラーつく使うよ。挟んだこともあるよ自分も。桃が好き、桃が好き。でも髪よ、ありがとう。髪切った。そうだね、お昼に出るって言ってたね。だから、星野源来てくれたの嬉しい。ありがとう。毎日お昼頃ね、時間は書かれてないよね。なんかありがとうございます。毎日あのシティユーチャレンジのやつが5個、もし2日貯めて充電してくれると嬉しいです。なんかさっきヘンテコリンな夢見とった気がする。あんま覚えてないけどさ、なんかメンバーがいて、なんかメンバー同士がどっかで泊まってて、すごいなんか謎な、謎っていうか、そこから何だったっけな。その髪型にありがとう。いや、メンバーでなんかね、みんなで泊まってたよね。みんなとか、なんか複数に。で、あ、でもなんか、しかもなんか怖い人に絡まれて、なんか、なんか、やめてくださいって言ってた。自分が。なんか、まあそういうのやだよ、怖いよ。そう、あとでもなんかでもガチャガチャはしとったよ。自分の好きなものも一応出てきたけど、怖いよ、怖い人たちも出てきた。広島弁の怖い、広島弁でも怖くないと思うよ私。起きたら知らない女子が寝てて夢見たらせっとって、いい夢じゃないですか。でもその夢をガチガチャ、そう、なんかいろいろなんかてんこ盛りだったな。もっといろいろあったんだよ。なんだったかな。なんか今日の夢もっとヘンテコリンなの。あとなんか、あ、髪切りに行こうかなみたいな。あ、ここにしようとかも考えとった、夢の中で。でもその夢の中で出てきた美容院は全然知らんとこやったけど、そう、起きたらすぐ忘れちゃう。本当に変だったし、すぐ場面が変わるからね。うん、大好き。うん、何、星の出会いよろしくお願いします。 SNS の認証もぜひぜひ。カウントもよかったらね。髪切りたい勇気ないですね。
揃えるぐらいはあるんですけど。ママが好き、ママが好き。おしなりにギフトたくさんありがとう。おはよう、今日もかわいい、ありがとう。おはよう。髪短いのかわいいけど長いの好き嬉しい。今日もかわいいよ、ありがとう Thank you。 いらっしゃいませ皆さん。ももルームへ。お星様も。あれかもしれない。おはよう。こっそり落ち慣れても仕事中バレないように、ありがとう。おはよう。おはよう。もがし、もがし。でもかわいい、ありがとう。コーチも今日、そう、めっちゃ積もってるらしいよ。すごいよね。一周と50にゃん、ありがとう。もが好き、もが好き。おはよう。おはよう。寒いね、まだ9時になっても。おはよう。やった、たくさん星なりありがとうございます。ここですごい星が食べれる。そろそろ何かを食べなければ。まだ何も食べてないから。え、知り合い雪で滑ったの。いやでも滑るよね。自分もちょっとなんか氷が溶け始めてるみたいなところでツルンってなりかけたかと気をつけなきゃね。今日休みの方、おお、ありがとう。今日もかわいいよ、ありがとう。ももが好き、ももが好き。いらっしゃいませ皆様。もうそろそろ3週かな、多分。頑張ろう、頑張ろう。ももが好き、ももが好き。コメントで詰めることない。みんな面白いからね。なんかみんなんかさ、いつもさ、みんなのノリがすごくいいから配信が面白くなってる。自分の話はそんな面白くないけど。もが好き、すごい、もが好き連打してやった。これは設定しててよかったな、昨日の夜。現在3週目です。3週目はQルームとか、Qルームじゃなくてもいいんだけど、
99もらえるうちの100もらうために、何ルームか行ったら1回10連で投げて、また行ったら10連で投げて、星10連すると 1.2 倍になるので、分けて来てくださると、こちらの話も面白いまあでもさ、初期の何にも喋んないさ頃よりはさ、なんかさ、まだ喋るようになったよねもう何にも喋んないかったもん、緊張が勝ってたね。ナヒームさんのイメージに合ってる気がする。お、そう言ってもらえると嬉しいです。あの頃はね、ありがとうございます。でまた黙って、なんか何個かコメントを読んで、あ、そうですね、ありがとうみたいな、今の研究室って慣れてるよね、もう。すごーい、なんかねえ、なんか分かんない、どうなるんだろう、みんなそんな感じ。いやでもなんか他のね、その私が受けてた時に、みんな他の受けてる子たちの配信見たけど、みんな話上手だったようん、なんか私みたいに黙ってなかった。でもすごいね、その後ね、自分も思ってもいないぐらいたくさんのね、メディアに出演させていただけて、なんかそう、そのおもこいでもね、2期生のセンターに選んでいただけたから、なんかすごく取材とかも多くて、最初本当になんて言ったらいいか分かんなくて、もうどうしようどうしようってすごく焦ってたんですけど、その経験によって今は取材とかだいぶ得意な方になりました。取材はすごい自分の思ったことを自由に話せる場だから、すごくね、最近はなんかラフにというか、ちゃんとその敬語とかは使うけど、自分の気持ちをね、そんな なんか固い言葉とかじゃなくて、思い切り伝えたらいいので、なんかそう、すごい経験ってすごい変わるものだとね、なんか思って、今となったらそうですね、恥ずかしいですね。そのなんかさ、取材の人もさ、結構優しい方がばっかりで、結構明るい方も多いので、もうなんか難しい言葉とか分かんなくても、もう気持ちで伝えようとしてるよ最近はそう、そしたらすごく分かってくれて、文章にまとめるのは苦手だけど、伝えるのは得意だから取材は、うん、結構楽しい。自由に話せて、自分の考えてることも話せるのは楽しいし、なんかその話すことによって自分も気づくことがあるので、言葉に出すとね、なんかそう、めっちゃ涙目になりながら、もうね、取材おもこいの時にですね、最初のポスターというかのやつを取りに行って、その先輩方何人かと、私とサーヤンでね、がさせていただいたんですよ。そう、その時になんかすごい、何社だか分かんないけど、なんかもう本当に7社ぐらいの会社の方々が来てくれて、
で、その時間ごとに来てくださるんですね。で、そう、取材を、ね、受けるんですけど、何のことを聞かれるかとかはもちろん分かんないので、その時に考えるんですけど、もうあの喋らない頃の私からしたら頭がパニックになりまして、なんかあの時は正直先輩の言い方をちょっとモノマネじゃないな、ちょっと参考にして、その時で真似して、なんか自分なんかありきたりなことしか言えなかった。すごく本当になんか先輩はね毎回変えたりしてね、すごいすごいんですけど、自分はなんかそうだねみたいなことしか言えなかった記憶がある。同じようなことを聞かれて困った経験、なんかやっぱ取材なたくさん受けてると似た感じの話も多いんですけど、そう似た感じの話も多くて、てか質問ももちろんないわけではなくて、でもなんか1個目話してたら、あこれも言ったらよかったわっていうのが出てくるんですよ。もちろん似たようなこと言っちゃう時もあるけど、またそのだけどその思いつく時もあって、だからその思いついたのを次言おうみたいな最近はねそんな感じ。そう今じゃ本当になんかちょっと笑いながらっていうか、普通にね本当楽しいよ。いやその経験ってありがたいよね。たくさんのことを自分はさせていただいてると思うので、今まで。そうだからありがてえみんなのおかげだね、まあ、まだまだなのでもっと頑張るけどね、取材とかいろいろ。アニメの連載のやつも自分で原稿書いてますよ。あれは一人で文章変かもしれないけど、だんだんマシにはなってきてると思われる前よりは。では読んでいきます。13位のマサタッカーさんありがとう。12位のマルジンセさんありがとう。11位のなんて読むんだごめん、ありがとうございます、ごめんね。あ、13位のフェさんありがとう。12位のジンセさんありがとう。11位と10位のまぼろしさんありがとう。9位のハラとマークマリナズさんありがとう。8位のピアノッピーさんありがとう。お仕事もんちゅう来てくれてありがとう。かったら11位のアイさんありがとう。11位のアイさんありがとう、ごめんね教えてくれてありがとう。7位の深みどりさんありがとう。6位のマックンさんありがとう。5位ののりゆきさんありがとう。4位のももちゃんありがとうございます。ハマってる呼び方3位のタムタムさんありがとう。2位の大熊さんありがとう。1位の三太郎侍さんありがとう。ありがとうございます。ちょっと喜怒哀楽の愛かごめんね。ありがとう、ありがとうございました。ちょっと時計出すね。あ、時計モバメ今届いた、結構前に送ったけど多分遅い、9時半頃届くからいつも。またお昼にもよかったら会いましょう。12時10分からまたお昼に待ってます。過ごしてほしとかも大変だと思うんですけど、よかったらありがとうございました。多分ちょうどで切れちゃいます。またお昼に待ってます。またねー。